我々は迷い込んでしまった。この霧の中、この近くにゼキシン研究所があるはずなんだが見当たらない。そしてクルーとも離れてしまった。どこに行けばいいのか。人間が住んでる形跡はないな。もうちょっと先へ行くしかないか。おかしいな、こんな湖はなかったはずだ。どこへ迷い込んでしまったのか見当もつかない。携帯、何、電波が入らない。あれから80分ほど歩いてるけど、これ同じ道だよな。これもこれも全部見た景色なんだよな。おかしいな、やっぱりこれ同じ道だろう。あれ、これはなかったな。カメラマンとも離れてしまい、いよいよ俺一人になってしまった。おお、なんだ、何かがいる。あ、もしやこれは。人の気配がする。ベイ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 、あれ帰ってきた。ベイ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 、帰ってきてる。へいへい、え、何か聞こえたな。気のせいかな。へいへい、太いな、太いぞ。わ、やっと見えてきたよ。やっとだ。ここが研究所だ。餌をあげないで。何が出るんだ。何？ここにも出るのか。これは事前に対策をしなくちゃいけない。
一個間違えちゃったな。まあいいか、これでも貼っとくか。よし、これでもう万全だ。何にもなければ平和なとこなんだよ、ここは。綺麗だな。あれ、気配がするな。うわっ、やっぱり来たか。お前が来るとこじゃないんだ。帰れ。看板見えるだろ。あいつが出るんだよ、ここは。やっぱり出たな、あいつは。もう改めてね、これみんなのために貼っとかなくちゃいけないからね。よいしょ。出会うと危険だからよ、マジで。改めて、よいしょ。これ大丈夫だろう。うん。すごいよ、ここ本当に。ここは秘密基地というどころか、もう秘密の山。うわ、うわ。岡本さん、これ浮いてますよね。浮いちゃってますよ、これ。消えちゃってんの。浮いちゃってますよ。浮いてますよね。うん、浮いちゃってる。目も浮いちゃってる。これを燃やしていいかな。ありがとうございます。あっちゃっちゃっちゃ。